見ていきましょう。第256回ランキングバトル決勝、ロズバーサスドグラ、開幕3杯かな。だが3エイジをテーダで飛びながらドグラが攻める。イッツレイド、バッパフェイント投げ、アントはガード。さてこのライン、サンハイスラを地上戦で使っていくが、下段無敵のしゃがみアイスラ、おっと投げる、怖い怖い、来た DD ステ、ここで、ここでバースト、なんとか通した。スタンはリッパーは青を使っても暴れて通さない。ドグラが盤石だが 6K から、いやー D ステクロス、あれを割っていくんか。最後 6K、第1ラウンドはドグラスレイヤー、全てを跳ね返す D、 D ステクロスワイズヒール、バッパー足払い刺さる、3敗 EP で暴れる、フレームはそこまでじゃないんだよね、あの技。ここは上一定だけガード、マッパはもちろんフリフレ、いて危ない危ない、どうする、スターンから青を使ってラインを返したい、きつい。6回はガード、あーやらかし、リッパーめっちゃ減った、ガードバランスが高かった。しかしログ反撃と思いきや、ディーステディーパイルまで勝ったのはドグラ。